ベリーダンスは中東及びその他のアラブ文化圏で発展したダンススタイルであり、これらを総称するために造語された故障である。ベリーは腹部を指す英語であり、直訳すれば腹踊りとなり、この舞踏の特徴を踏まえた名称である。このダンスを踊る者はベリーダンサーと呼ばれるジャンレオンジェローム作。19世紀以後の中近東の風物がヨーロッパで使用された。 この絵も彼らのイメージする感能と剣体の東方世界を描き出している。ベリーダンスはイスラム時代以前のエジプトより交渉に基づき伝授され知られてきた。その起源は諸説存在するが地中海世界、中東、アフリカと関係があるという証拠が最も多く挙げられている。起源前5世紀のものと言われる。 エジプトの墓の壁画にはハンラのダンサーたちが描かれており、その姿はベリーダンサーが鏡の前で行う柔軟体操の姿勢に似ている。12世紀から13世紀にかけてのペルシアの細密画の中においてもベリーダンスの描写が見られ、その歴史の長さを伺わせる。中東以外の地域においては、18世紀から19世紀にかけて勃興したロマン主義運動の高まりの中で、 オリエンタリズムの芸術家たちがオスマン帝国のハレムの生活を解釈して描いた絵画の中に登場したことにより一般的に知られるに至った。西洋やアメリカのベリーダンスで形成され続けている他文化混合的な流行はその活動を通じて今なお進行中である。ベリーダンスは多彩な側面を持つダンスとしてモダンファッションや映画、テレビなどの発信するイメージ。 ロックやヒップホップの世界観、アンダーグラウンドサブカルチャーなどの要素が混然一体となった現代文化を吸収し続けている。使用されるほとんどの基本的なステップやテクニックは体の部分ごとに分かれた円運動である。腰や肩を床と平行に別々に動かす。ポップロックは通常、ダンサーがシミ入をしなかった時や腰や肩の動きを停止した時、 また柔軟性を生かした離れ技をする際のアクセントとして使用される。この動きによって腹筋を回転させバランスを取り、シフォンベールやシルクベールなどの様々な小道具を支え、カゴや剣、ムチのように見せている。現在ベリーダンスの衣装としてまず想起されるものは、1930年代のエジプトダンサーたちが身にまとい、他の地域へと知れ渡った衣装である。 アラビア風やラクスシャルキー風が知られる。この衣装の特徴は上半身に密着したブラジャー風のトップスで大抵ビーズかコインがブラの周辺に飾られている。腰のベルトにもビーズかコインが飾り付けられている。主に足を覆うのはハーレムパンツ、ストレートタイプのスカート、サーキュラースカート、パネル飾りがあしらわれたスカートである。これが一般的であるのは 20世紀にボードビルやアメリカンバーレスクのフーチークーチー、ハリウッドといったハーレム幻想を製品化した人たちが中東風のドレスよりもこういった幻想を優先させたためである。エジプトにおけるナイトクラブのダンサーたちもまたビーズで前面を飾り立てた衣装を身にまといバラージドレスと称してラクスシャルキー風のルーティーンを踊るようになった。このような装いは アメリカやヨーロッパにおいて、キャンデラブラダンスと呼ばれる食材を頭上に乗せて舞う、民族舞踏を踊る際にも着られる。カイロにあるナイトクラブのオーナー、バディア・マサブには、西洋人旅行者の期待に沿うために、体の輪郭を覆い隠し、ダンスのびに強調されるのは、スカーフやお尻に巻かれたベルトくらいであるエジプトの民族衣装よりも露出度の高いドレスを採用している。 1940年代のエジプト国王、ファールーク一世は、ロシアのバレエ講師、イバノワを、娘のダンス教師に雇い、彼女は偉大なダンサーであるサーミアガマルにベールを回せる腕の動きを、さらに改良するような所作を最初に教えた。この結果、多くのエジプトダンサーが、音楽の流れているマナカベールを使ったダンスを舞うようになった。 アメリカにおいてはダンスを構成する一部として3.5ヤードから4ヤードの長さで作られたベールが着用されている。ラクスシャルキーのダンサー、クリシャンティ・サハール・シャルフ・アラブ文化圏では、ラクスシャルキー、ラクス・バラディーとして知られ、トルコ語では、オリエンタル・ダンスとして知られている。特に、ラクスシャルキーという言葉の起源は、エジプトであるとされる。ラクスシャルキーは性別を問わず、 通常は一人で監修や個人的に座っている人間を楽しませるために演じられる。ラクスシャルキーは身体全体の筋肉運動を用いる。運動によって表現される語彙を基礎に置きつつも、その表現を推し進め、音楽のリズムによってそれらの語彙を流動的に統合したダンスとされる。踊り手はラクスシャルキーにおいて、 音楽が想起させる感情を内面に叩いたり表現するのである。ここにおいて音楽はダンスの運動の声と統合されている。最も尊敬すべきラクスシャルキーのダンサーはダンスを通じて感情を投影できたものである。たとえその動きの声がシンプルであってもである。音楽が慣習にもたらすリズムと感情を視覚的なレベルで 伝えることがダンサーの目的であるとも言える。多くの人がラクスシャルキーを官能に彩られた成熟した女性の存在の力を表現するためのダンスとして見る。エジプト以外で重要とされる様式を持つ国としてはトルコやシリア、レバノンが挙げられる。今日、中東諸国のダンサーたちは様々な世界博覧会にてこのダンスを披露し始めるようになった。 ダンサーたちの驚くべき技術と演技が、注目に公開され指示を受けたことにより、市民権を得始めている。エジプトのベリーダンスは、西洋人が最初に見た様式とされる。ナポレオンがエジプトに侵攻した際、ナポレオン軍は、ガワーズ・イー族との遭遇を果たした。ガワーズ・イー族は、プロフェッショナルな芸人集団として、音楽家として、生計を立てていた。 売春を行う女性たちがいる一方で、ほとんどの窓のような生活を送りつつも公益ルートを確立した町に居住していた。これに遭遇した当初、フランス人たちは、重たげな宝石と髪型に飾り立てられた野蛮な踊りを見せる彼らの出現を嫌をした。しかし、うっとりさせられるような彼らのダンスに自然と引きつけられていくのにそう時間はかからなかった。エジプトにおいては、 伝統的かつ主流の様式である三つのダンスがベリーダンスと深い関係を持つ。バラディシャービそしてシャルキーの三つである。エジプトスタイルのベリーダンスは、サーミア・ガマールやターヒア・アカリオカ、ナーアイマー・ーケフといった伝説的なダンサーたちが作り上げた基礎に基づくものであり、他のダンサーたちはエジプト映画産業の黄金時代と褒めたいたている。 彼女たちの作り上げた基礎を部分的に継承した後発のダンサーとしては、ソハイルザーキー、フィフィアブドゥ、ナーグアファド、ルーシーとダイナが挙げられる。彼女たちは皆、エジプトでは人気のあるダンサーたちであり、40歳以上である。この流派においては、若い踊り手はダンスを触媒にして、何かを伝えるにはあまりにも乏しい人生経験しか有していないと考えている向きもある。 1960年代から80年代にかけて活躍した彼女たちは現在も高い人気を誇り、先達とほとんど変わらない名声と影響力を得ている。子孫繁栄を祈る踊りでもあるため、中東各国では結婚式に欠かせない。肌を見せてはいけないイスラム社会でもベリーダンスは特別。衣装には目玉のお守りがつけられ。 青いガラス玉の真ん中に目を描いた、ナザルボンジュー。人の妬みや嫉妬から守ってくれるというトルコのお守り。ターキッシュベリーダンスの衣装は肌をあらわにしたものであり、ダンサーたちは腰より高い位置で止められたベルトに足を完全に露出させるようなスリットの入ったスカートをしばしば身にまとっていたが、今日のダンサーはエジプトスタイルを思わせる、しとやかなマーメイドスタイルのスカートを履いている。 ダンサーたちは、ハイヒールとプラットフォームシューズを履くことでさらに、ターキッシュスタイルであることを強調する。トルコの有名なベリーダンサーとしては、トゥレイ・カラカや、ビルグル・ベライが挙げられる。トルコ人ダンサーは、エネルギッシュで、競争な、体操的ですらあるスタイルと、近年では、ジルと呼ばれる、フィンガーシンバルの扱いに精通したダンサーとして知られ、 ジルをうまく扱えないダンサーは熟練のダンサーではないとも言われる。ターキッシュスタイル独自の要素としては、123456789とカウントする9、8拍子のカルシルマリズムも挙げられる。トルコのベリーダンスは、オスマン帝国のスルタンの宮殿にあるハレムに深い、ルーツを持ってはいたが、今日のトルコのベリーダンスは、エジプトやシリア、レバノンといった、 姉妹様式よりもロマ民族やローマ人の様式により強く影響を受けたオスマン帝国のラカスから世界中に知られるオリエンタルダンスへと発展を遂げている。トルコの法律はエジプトのようにダンサーの踊りの様式や衣装に制限を課さなかった。エジプトでのダンサーたちは舞台活動と腰回りを用いた特定の振り付けを禁じられていたためトルコのダンサーたちは エジプトのダンサーたちより表面上の表現手段がしばしば豊かであることも見受けられる。トルコダンスがロマ人のルーツに近いままなのはトルコ人のダンサーや音楽家たちがロマ民族の遺産をそのまま踏襲しているからである。しかしながらロマ人の遺産を引き継ぐ人々もまたターキッシュオリエンタルスタイルとは違う独自のスタイルを確立したことも書き留めておかなければならない。 トルコのオリエンタルダンスはチフテテリと思われている。これはギリシャ人とジプシーたちがオリエンタルダンスの中にそれぞれの音楽様式を混ぜ合わせギリシャ人がベリーダンスをチフテテリと呼んでいたことから生まれた誤解である。トルコのチフテテリは正確には結婚式の民族音楽の構成で結婚式のダンスの陽気なパートで編成されたパートであり、 オリエンタルダンスとは結びつかない。ヨーロッパでは、オリエンタルダンス、ダンスオリエンタル、エキゾチックオリエンタルダンス、オリエンタルベリーダンスなどの呼び名で知られる。現在の西欧社会において、ベリーダンスの故障はいかがわしい、また完全にそれが誤りとは言えないながらもエロティックな感情を連想させるダンスであるというステレオタイプが支配的である。ベリーダンスの別名である。 ドンスジュベントレは、フランス語の原義に忠実に訳せば、お腹の踊りというだけでなく、欲望のダンスともなる。西欧諸国において美しく、クラシカルなラクスシャルキーは、根強い人気を誇っているが、多くのダンサーは、インドや中東、北、アフリカなどの民間伝承によって承継されている、ダンス様式やフラメンコに際刺激を受けて、それぞれの民族としてのスタイルとアメリカの、 伝統スタイルを融合させたダンスを創造している。自らの体に対するイメージ、自尊心、性的暴行からの回復、女性としての同胞意識、そして自己決定に関する問題は、世界中に存在する愛好者たちが真摯に取り組んでいる問題である。中東が西洋列挙による植民地主義の対象となっていた時代、西洋の女性の中には中東のダンスを学び、 模倣するものも出始めた。また針が最も有名な例だが、フランスの作家コレットもそうであった。多くのミュージックホールのパフォーマーたちが、オリエンタルダンスに従事していたが、時には彼女たちの独自の解釈をやめ、本来の民間伝承的なスタイルに立ち返って行うこともあった。偉大なダンサーと言われるルトセインとデニスもまた、中東の踊りにインスピレーションを受けたダンサーであった。 しかし、彼女のダンスに対するアプローチは、西欧舞踏であるバレエのコンテキスト上に、違法の舞踏、オリエンタルダンスを置くものであり、彼女の目標はより優れた、敬意を払われるに値する舞踏を創出することに、あった。イスラム社会と、同様1900年代初頭の欧米社会においても、ダンサーの女性とはモラルに欠けた存在であるとして、白眼視されていたためである。 アメリカントライバルスタイルのベリーダンサーたち、アメリカ人の熱狂的なファンの中には単に中東の踊りといえばこのベリーダンスであると述べる者も,もいる。ベリーダンシングという用語はベリーィないし、バラディと呼ばれたダンススタイルの用語を語訳してしまったものと考えられている。アメリカのダンサーはベリーダンスの起源に対して敬意を払いつつ、 自らを表現するのに必要なダンスに取り組む中で探求と創造を続けている。1876年にフィラデルフィアで開かれた建国100年祭においてアメリカでの日の目を見たベリーダンスは1893年に開かれたシカゴ万博のディレクターソルブルームによって一般的に広められアメリカ中から注目を浴びる。中東諸国や 北アフリカ諸国からやってきた本場のダンサーの中には、シリアからやってきたもの、トルコやアルジェリアをルーツにも持つダンサーもいたが、ストリートインカイロと名付けられた、エジプト風の劇場で披露されたダンサーたちの、アメリカにおける公演は凄まじいまでの悪評を被る。素早いお尻の動きやコルセットをつけないダンサーがいるということは、ビクトリア朝の感覚が支配していた時代には、 衝撃的なものとして受け止められたのである。このことは男女隔離、性的自由への抑圧は決してイスラム社会に限定されるものではなく、キリスト教社会にも同様に存在していることを示している。事実、アンソニー・カムストックをはじめとする多数派によって社会にとって抑制されるべき悪臭の最たるものとして攻撃を受けたエジプトシアターは閉鎖に追い込まれている。 しかしながら、一般に信じられているような、リートルエジプトとして知られている踊り手が、ショーのノウハウを盗み、このダンス様式の普及に努めた、という主張を補強する証拠はどこにもない。写真にも、エジプトシアターでの公演に研究した幾人かの、レビューにも、そのようなものはないのである。写真と同じように、娯楽記事にもソロダンサーは存在せず、 単独でのダンスが存在しない一座としての公演をエジプトシアターで行ったとの記述が見受けられるということが事実である。万国博覧会の後、このダンススタイルの流行に伴って模造品のベリーダンサーがナンダースという単位で生み出され、その多くが自らをシカゴ万博に出演したダンサーと自称した。ファリガマシャールスピロポロス、またの名を リートルエジプトとして知られる最も有名なダンサーは、万博後もアメリカに泊まり、スピロポロスという名のギリシャ人男性と結婚したと言われている。奇妙な話だが、彼女はエジプト人でもアルジェリア人でもなく、シリア人だった。彼女は中東からやってきたが、彼女があの万博のストリートインカイロで踊っていたダンサーであるという証拠はどこにもないのである。自らも。 リトルエジプトと自称した多くのダンサーたちによって、回れたダンスは、フーチコラチや、フーチクッチと、あだなされ、シミート体を震わせるスタイルが特徴だった。バーレスクのショーホールや祭りの余興などにおいて、まがいもののダンサーによって、ベリーダンス本来の姿について、文化的に誤った理解と、その語伝が広まった。1930年代から1940年代にかけて、 トルコやイラン、アラブ諸国からの移民のダンサーがニューヨークへと移住を始めた。ダンサーたちはナイトクラブやレストランでそれぞれの踊りのスタイルをミックスしたダンスを披露し始めた。クラシックキャバレーやアメリカンキャバレーと呼ばれたベリーダンスの踊り手はアナヒットソフィアンやアルテミスムーアのような現在なお知られている名手の祖母やヒーババにあたる人々である。 ベリーダンスの現在の流行は1950年代から1960年代にまで遡る。ニューヨークのような大都市のエスニックナイトクラブで多くのアメリカ人がベリーダンスに親しみ始めた。これらのクラブはギリシャやトルコ、あるいはレバノンやシリアのような地中海沿岸諸国の民族集団に属する人々によって所有、経営され、支援された。この多くのダンサーが ギリシャ内しトルコをルーツとする者たちであったが、それと同様にアメリカ人も次第に数を増していった。一つの例として、ニューヨークのモロッコと呼ばれたダンサーは、ギリシャタウンの8番街にあるナイトクラブでダンサーとしてのキャリアをスタートさせている。彼女たち、アメリカ人ダンサーは自分たちのパトロンと同じように、ギリシャ人やトルコ人のダンサーを見つめ、ダンスを模倣し、 自らのダンスを磨いていった。1960年代後半から1970年代初頭にかけて多くのベリーダンサーが上流階級のダンスとして自らのダンスを披露し始めた。1960年代後半のアメリカ東部においてダンスの研鑽はより進み多くの人々が東部の人々を虜にしたダンスに興味を持ち始めた。中東出身や アメリカ東部出身の人間で構成されたバンドがダンサーを引き連れて巡業することで音楽を視覚的に表現できるこのダンスの爆発的ブームに一役買ったこの巡業によってより強くベリーダンスに興味をかきたてられるような美貌のダンサーたちが多く誕生したベリーダンスムーブメントの進化に伴い他の名で呼ばれても差し支えなさそうなシンプルな流派がいくつも生まれ お互いの最下を図るために異なるダンスを教え合うようなことになってしまう。ベリーダンサーの教師たちは一つのスタイルを確立する必要に迫られたが、振り付けを教えることでダンサーを再生産できるような、確固とした方法論が見当たらなかったために、ベリーダンスをよりポピュラーなものとするためのスタイルを作り上げることが妨げ続けられている。ベリーダンスが最も踊られるステージは依然として、 ナイトクラブである。民族舞踏スタイルや社交ダンススタイルなどよりずっとポピュラーなものとして扱われていた。ラクスシャルキーフルダンスを収めたビデオや DVD の流通もまた同じことだった。1980年代末、サンフランシスコでファチャンスベリーダンスという団体を創始したキャロリーナ、ネリッキオによって考案された。これは、 民族舞踏にインスパイアされたダンスと、北部、インドや中東地域、そして、アフリカの古代のダンス技法を融合させた、外滑的な表現を試みている。このダンス様式は、従うべき、マナーの中にも即興性を盛り込んだ、ステップの持つ声を内在する様式として確立した。純粋な ATS はグループで踊られ、フィンガーシンバルである、字を伴奏楽器のように操りながら、 コーラスを歌う特徴を持つ。ATS における音楽は、民族音楽、現代音楽を問わず、衣装も重ね着され、あらゆる文化の影響を融合させた伝統を感じさせる。ATS は、雑多な様式を吸収したベリーダンスに対して、トライバルフュージョンという意味を含めたベリーダンスフュージョンという表現を持つ。現在、最先端を行くベリーダンスフュージョンの一つとして、 多くのベリーダンスの様式やモチーフを混ぜ合わせ、ゴシック音楽や哲学、ゴシックの生活様式などからインスピレーションを受けた、未知の闇を表現する方法を探求する、ゴシックベリーダンスがある。トーマス・エジソンが1890年代に撮った、いくつかのフィルムの存在がある。1896年の短編映画、ファティマ・エスダンスは広くニコロデオン劇場で公開された。しかしそれは、 ハレンチな活動であるという批判を招き、結局この圧力により検閲されることになった。1897年に撮影されたクリシー・シェリダンのターキッシュダンスが含まれた映像と、1898年に撮られたエラローラは、両方ともアメリカ議会図書館に所蔵されオンラインでの閲覧が可能となっている。 他のコレクションとしては、1904年に撮られたジルを操りながら、フロアワークをこなし、葉の上に椅子を乗せて、バランスを取るプリンセスラジャの映像がある。加えて、自らを、ジャワ島からやってきた王女と偽り、第一次世界大戦中に、ドイツのスパイとして1917年フランス軍に、処刑されたまた針が、ボードビルやバーレスクで、 ベリーダンスを披露し政治家連中からいかがわしい評判を得ていた事実があるというセンセーショナルな物語もある。ハリウッドはベリーダンサーにいくつかの役割を与えたのみでむしろベリーダンサーに対する偏見を助長させるような行動をとりその名声や評判を手助けするようなことはなかった。今日のダンサーやダンス講師たちがその偏見を 打ち砕くのには大変な労力を費やした。偏見をそのまま信じる多くの人が中東のダンスとしてこの芸術を挙げる最大の理由がこのようにして醸成されたステレオタイプの存在に求められる。トルコイスタンブールの男性ベリーダンサーベリーダンスの世界において多くの人は男性がこの芸術様式に占める場所などなく歴史的に見ても女性のダンスであるという認識である。 ベリーダンスを女性の力を表現するものとして捉える人々やダンスをプロフェッショナルな女性の仕事として捉える人々で形成されるコミュニティから時折巻き起こる反論にもかかわらず世界の男性ダンサーの多くはその需要に力を尽くしている。モロッコのダンサーやタリクスルタン、ジャスミン・ジャハルといったダンサーたちがその証拠を大量に示している。 中東をルーツとしない多くの人々は、プロのナイトクラブダンサーに関しては、よく知っているが、彼らの踊りそのものに対しては、ダンスのルーツとなった地域において、ダンスの活動的な側面などわずかな一部分でしかないとみなしている。実際、多くのダンスが、男女間の社会的な文脈と絡めて捉えられる。子供の頃の単位のない観察や、大人ごっこを通じて、人はそれを学ぶ。 現代のプロダンサーはもっぱら女性がその座を独占しているが、そのようなケースだけではダンスが女性本位のものであることを示せないとする多くの証拠が存在している。トルコに存在する細密画は絵の証拠であり、オスマン帝国の成立中には、巨着と呼ばれる若い男や少年のダンサーたちが講演していた様子が描かれている。彼らは大変よく知られた存在であり、 実際に帝国のスルタンが女性ダンサーの一座に加えて男性ダンサーの一座を雇っている。彼らは広がるようなフラムボヤントスカートに身を包んで踊りを披露したため女装しているものと長らく憶測されてきた。しかしながら女性ダンサーと比較してもこの衣装は織物の渦巻き文様によってドラマティックな効果を引き出すために着用されているに過ぎないと見て取れる。 女性ダンサーはこの時特別な衣装を着てはいないが、すべての女性がハーレムパンツとロングスカートからなる服装にベルトかショールで風になびくローブを腰のあたりで留めてぴったりとしたベストを覆わせた普段通りのドレスを着ている。それにもかかわらず、このうちの何人かの男性ダンサーは女装をしているように見える。ダンサーは音楽家や役者と同じように、それほど 単純には捉えられないことが理由に挙げられる。シェイクスピアの時代と同じように女性が公共の場で役者を演じることが許されなかった時代ではすべてのドラマティックな役柄を男性が演じていた。当時最高と歌われたダンサー一座がそういった監修をしばしば破ろうと奮闘したことは有名な話である。そのうねりは1830年代の終わり頃まで そのようなパフォーマンスを禁じられてきた当然の帰結としてしばしば巻き起こった。結果として一座は自らの名を挙げたが、オスマン帝国は斜陽を迎え、それと共に推し進められた近代化と西欧趣味の摂取が他の帝国やエジプトなどと同じようにイスタンブールの彼らのパフォーマンスの衰退を導いていった。その波は観光客の希望のためという大義名分のもと、 彼らが本来占めていた場所を女性ダンサーにとって変わられる事態を推し進めていった。コチェックダンサーはトルコの田園地帯や特にカスタマンズ地方でまだ見ることができる。彼らはテレビのバラエティショーや DVD に出演することでトルコ中にその存在をアピールし始めている。アラビア地域でラクスシャルキーと呼ばれる。 ダンス様式の現在のプロフェッショナルバージョンは1930年代にエジプトで生み出された。女性的で優雅な美しさとグラマーさの理想的な形式を表現するために最新の注意が払われた形式となっている。男性ダンサーもまたラクスシャルキーの発展からはやや水をあけられたようなシーンにありつつも踊り続けている。振付師として ダンス教師として高い名声を得ているダンサーとしては、イブラヒム・アーケフやマハムド・トレーダなどがいる。ダンスエベリーダンサーにおけるダンス形式の現在の流行は、イブラヒム・ファラ、バート・バラディン、ジョン・コンプトンや、他何人かのダンサーやダンス教師によって1960年代から1970年代にかけてのアメリカで始まったものである。今日、 男性ベリーダンサーはアメリカのみならず世界各国でその姿を目にするようになった。彼ら、現代のダンサーたちはギリシャやトルコ、レバノンやエジプトといった中東文化の色濃い地域にも出現し始めている。多くの男性ダンサーが社会的な挑戦と同じレベルで芸術的なアプローチにも向き合った活動を繰り広げている。さて、衣装の違いや振る舞いの違い、そして 男女ダンサー間での議論の対象となっている男女ダンサーに存在する振付のダイナミズムの違いそういった問題は存在しているのか存在する問題として捉えるべきなのだろうかベリーダンスについての最近のブームで興味深いものの一つとして新世代の男性ダンサーが様式をよく取り入れていることが挙げられる自らを女性ダンサーと対になるものとして比較する 向きは未だ少数派だが、20年ほど前から彼らは、その数を劇的に増加させている。ほとんどの現代のダンサーや、熱狂的なファンはそのことに気づいていないが、歴史的にも、文化的にも、男性のダンスの方が、女性のそれよりも先に存在している。多くの者たちが、ベリーダンスになじみやすい理由には様々ある。 自らの妻やガールフレンドがダンサーであったりダンスを習っていたり、自らの創造性を楽しんで表現するのに適していると考えているからであり、正当性のある芸術様式やそれに類する芸術として皆に親しまれているダンスであると考えられているから、などの理由がある。女性ダンサーと共に踊る者として多くの新世代男性ダンサーが舞台上では一つの芸名を名乗っている。 1970年代前半のアメリカや、ラテンアメリカ圏でよく知られた男性ダンサーとしては、バート・バラディン、ジョン・コンプトン、セルフィオ、オラシオ・チフェンテス、アミール・オブ・ボストン、アダム・バースマ、イブラヒム・ファラ、ジョシリー・シャリフ、アジズ、カマール、アミール・サリブ、ジム・ボーズ、そしてタリクスルタンが挙げられる。彼らのうち何人かは、アメリカ生まれであり、他にも、 中東やヨーロッパからの移民である者がいた。例えば、アダム・バースマはロンドン生まれである。ジョシュリー・シャリフはレダ学団のメンバーであり、当初はエジプト国立舞踏学団のメンバーだった。マハムッド・レダが指揮し、エジプトの体操オリンピック代表選手だったメンバーで構成されるレダ学団は、すでに40年以上にわたって活動を続けている。 地球上に存在する他の男性ベリーダンサーはこのダンス様式に衝撃を受けた。特に現在はドイツに移住し自らのバレーダンサーとしての知識を背景に中東部踏の様々な形式にバレエ様式を吹き込むダンスを創造し、ダンサーの性別を問わず大きな衝撃を巻き起こしたオラシオチフェンテスがその筆頭として挙げられる。ニューヨークのタリクスルタンは ダンスにおいて男性が果たした歴史的役割についての文章を上司し大きな貢献をもたらしている。彼の文章であるオリエンタルダンス It isn't just for women a n y m o r e はこのテーマに関して歴史的かつ文化的な性格を備えた性格無比な文献の一つとして挙げられる。クーリアフォービアの著者であるアントニーシェイ博士もザメールダンサーという自らの著書の中で ダンスとはまさに女性のものであり、男性ダンサーは女性ダンサーの模倣に過ぎないという作り話の打破に挑んでいる。シェイ博士は中東のベリーダンスシーンにおいては男性が社会的なレベルのみならずプロフェッショナルな舞台の上でも同様に現在も活躍していることを示すために歴史的かつ文化的な論拠を著書内で提示している。公海のリゾート地、 シャムイル・シェイクで活動するエジプト人男性ダンサー、地と政府は世界でもズバ抜けた技術を持つダンサーであるという認識を勝ち得ている。ベリーダンスのもたらす恩恵は精神にも健康にも存在する。ダンスは心配能力に良い働きをもたらし、体の柔軟性と強靭さを増強させ、胴体やコアマッスルを引き締めるが、足の筋力形成にも良い影響をもたらす。 多くのベリーダンススタイルは筋肉の孤立した動きを強調するためダンスを学ぶことで様々な筋肉や独立した筋肉系統の動かし方を習得できる。ベールを使ったダンスは腕や肩、他の上半身の筋肉を鍛えることにつながりジルの演奏は筋力強化と指一本一本をバラバラに動かすことにもつながる。ベリーダンスは すべての年齢、体型に適したダンスであり、参加する人に応じて、肉体的な負荷を選択できる。どんな新しいルーティンの運動を始めるときもそうだが、ベリーダンスのレジュメを始める前には、個人的に医師と相談し、ベリーダンスのインストラクターと自分がこなせる難易度について話をしておくと良い。多くのベリーダンサーが、その感覚の向上や自らの体に対するイメージ、 自己評価の向上、そして規則正しいルーティーンによってもたらされる体抵は、前向きな見通しを、練習を楽しくこなすことによって得ているのである。また他にも、逸話めいた証言が次のようなことを示唆している。ベリーダンスの運動は、腰周りの筋肉を力強く調和させ、女性はそれを通じて、自らの筋肉の働きを、よりよく理解する。そんな風に、ベリーダンスの練習は、 女性の出産に恩恵をもたらしたのだ、と。ダンスに使われるお尻の縁運動は、出産による疲労感をいく分か和らげるかもしれない。ベリーダンスは、女性の肉体の丸さ、ふくよかさを前面に押し出したスタイルをとり、送信であることを良しとするダイエット思考とは、対照的である。芸術的な側面がある一方で、ベリーダンスは健康促進プログラムの一環としても、 採用されている。循環器系統の完全なトレーニング効果と腹筋の強化をもたらすことが知られて以来、痩せたい男女の間でベリーダンスは急速に広まっている。60分間みっちりと練習をこなすことで330キロカロリー分のエネルギーが消費されるだろう。その一方、本場のベリーダンサーには、ふくよかな体型の人が多く、ダイエットに効くかどうかは疑問である。 ベリーダンスはいくつかの司法権において禁止、あるいは制限を受けてきた。エジプトでは外国のベリーダンサーに関する禁止令が存在した。それは1年間続いたものの、2004年9月には法令そのものが覆された。パレスチナ暫定自治政府の新任の文化大臣、アタラー・アブ・アル・シルバは、ベリーダンスを法令で禁止する計画があることを表明した。 戦場的な動きがダンスにふさわしいとは考えない。プロのダンサーは、ベリーダンサーと称されるダンサーを含め、ミュージックビデオに憤慨する。そしてしばしば、それらが技術に乏しく、その動作が過剰に性的であると考える。プロのベリーダンサーは大抵、こうしたものを、ベリーダンスにインスピレーションを受けたものと呼ぶ。R&B シンガーのアリーヤは、自らの象徴的な動作として、 ベリーロールと称するベリーダンスを用いており、彼女の多くのミュージックビデオの特色となっている。最近ではベリーダンスとラテンアメリカやモダンダンスのスタイルを組み合わせて踊るシャキーラによってベリーダンスは広く知られるようになった。彼女の民族的素地の一部であるレバノン系の地が彼女のベリーダンススタイルに強く影響している。他にもビヨンセやリアーナ、 ネリー・ファータドや、ジェシカ・シンプソンなどのシンガーたちも自らのミュージックビデオにベリーダンスの要素を取り入れている。ワシントン・タイムズ、エジプト・ロウス・フォーリナーズ・ツー・ベリー、ダンス・セプテンバー・ゴ、2004? ザ・ガーディアン、ベリー・ダンジング・アウト、シネマ・イン、セズ・ハマス・エープリル・ロク、2006。ありがとうございます。